お元気様です。久留米市手術の平です。本日はですね、2つ、1つ目は、今日初中見舞いで来てましたね。うちから卒業して、第一志望のところには行けなかったんだけれども、今、入国管理官として頑張ってますというような初中見舞い来てました。それからもう1つは、私の教え子のお兄さんの話ですけどね。私の教え子のお兄さんで、九州大学の工学部を卒業してキヤノンに就職したんですね。はい。で、その人がどうなったかっていうような話をちょっとしたいと思います。ということで、まずはそうですね。その入国管理官になった生徒の話なんですけれども。うちに来ていた久留米高校の生徒なんですけどね、久留米高校の、例えばですね、うちから英語科、その生徒に関しては第一志望のところに入れなかったんですよ。第一志望のところに入れなくて、それで第二志望のところに行って、そこから頑張って入国管理官までですね、公務員の採用試験ちゃんと受けて、受かってですね、頑張ったということで、久留米高校の英語科の生徒がですね、昔うちに入ってきて、上智大学の英語科を補欠で合格したっていう子がいたわけですよ。そういうふうにですね、英語科ってものすごく難しいんですよね。はい。だから、その英語科って受からんですよ、簡単には。だから例えば今年うちから慶応の商学部に受かった子も同じ久留米高校の英語科の生徒なんですよ。だから英語だけはずば抜けてるわけですよね。だから合格するわけですよ。はい。いいでしょうか。だからその子も入国管理官ですから、結局のところ、ね、通訳ができるような能力の語学力が高い生徒じゃないとなれない公務員採用試験ですから、それで本人大学4年間ですね、第一志望の、そういった英語科関係ですかね、外国語関係に入れなかったということで、第二志望か第三志望だったと思うんですけれども、そっちの方に回って、そこで頑張ってね、もうそこで腐ったらいかんですよね。そこで腐ったらいかんわけで、そこでそれでももう一生懸命ですね、第一志望じゃなかったけれども頑張って頑張って大学4年間もう見返してやるぞっていう気持ちでですね、頑張ればそういうふうな公務員になることもできますよっていうことですね。はい。ですから、その何ちゅうのか、結構やっぱり英語化とか難しいんですよ、言っときますけどもね。だからそのうちからその上智の英文科に受かったとか、あるいは今年その早稲田の商学部に受かっただとか、あるいはその明星立法中カンカン同立全部ね、その子は受かってるんですけれども、はい、もうやっぱ慶応だけはちょっとね、別格に難しかったっていう本人言ってましたけどですね、はい、だからそういうのって本当に久留米高校の英語科っていうのがですね、こちら筑後地区80万人のもう頂点に立つような英語のスペシャリストだけを集めたクラスなんでですね、施設高校の生徒たちがその子たちと一緒に塾とか予備校で授業を受けるの嫌がるんですよ。そのクラスには入りたくないけど、もう段違いに違うからですね、はい、英語だけを集中的にやってる生徒たちがですね、はい、ということで、頑張ればなんとかなるっていうようなところはあります。はい、ということで、英語科とかを受ける人はですね、これ朝6時からのメンバーですけれども、結局そういう上智の英語科だとかですね、慶応だとか受けたりするんでしょうからですね、そういうふうになってくると、そう簡単には受からんです。他の学部ならね、そこそこ受かるんですけどね、うちから今年、その慶応の商学部受かったとかいう子なら分かるんですけれども、さっき挙げたようなその上智の英文化とかですね、補欠でなんとかギリギリ受かったんですよ。これでも本当にこの地域のですね、80万人からいる福岡県の筑後地区のですね、頂点に立つような英語だけなら頂点に立つような生徒たちを送り込んで、それでなんとか補欠で受かった中大ですからね。はい、そういうような世界です。ということで、一応英語科とか、歴史学科とか心理学科とか、そういうふうなちょっと特殊なところっていうのは、さすがにですね、この朝6時からのメンバーが受けるような、そういう慶応だとか上智だとか、もう紙一重のところですから、覚悟しておいてくださいねということですね。はい、それが1番目で、もう一丁が さっき話した、九州大学の工学部にですね、私の教え子の女の子がですね、お兄ちゃん紹介してくれたんですけれども、
まあ、そのお兄ちゃんの方は、確か明善高校だったと 思うんですけど、まあ、私の教え子じゃないんですけどね、お兄ちゃんの方は。まあ、九州大学の工学部に行って、で、それでキヤノンの方に就職したわけですね。はい。で、何が起こったか。ということですね。何が起こったか。まあ、これ、当たり前のことなんですけども、まあ、一流、超一流の大学を卒業して、一流、超一流の企業とかに就職した場合、何があるのかっていうと、まず、営業です。はい。ね、九州大学の工学部とか、ね、そういう理系のクラス、理系の学部学科を卒業して、で、そういうキヤノンとか理系のところに就職したはずなのに、なんで営業なのっていうと、まず最初にやらされるのが、そういうふうな、生き残る力があるかどうか、人間力をテストするっていうようなことですね。え、もう入社試験でテスト終わったんじゃないんですかって皆さん思うかもしれないけど、入社してからが大変なんですよ。はい。入社すると最初の1年目っていうのは、試用期間というのがあります。試用期間といって、いつでもクビにしていいですよと。正社員であったとしても、いつでもクビにしていいですよというような、そういう試用期間というのがあります。もう最長で半年とかいうところもあったりしますね。はい。だからですね、私が大学卒業して就職した学校の私立高校なんかはですね、本当にブラックなところでしたから、ね、もう、そういうちょっと頭のおかしい先生たちなんかがですね、いかんお前と、お前試用期間なんだからなと、いつでもクビにしてやるんだからなと、覚悟しろよとかいう感じでですね、試用期間が終わるまでは緊張しとけというような感じでですね、まあ、言うわけですよ。はい。だからそのまず試用期間中の最初の1ヶ月か2ヶ月か3ヶ月か分かりませんけどですね、最長でも半年ぐらいまでしか伸ばせないはずなんですけれども、入社してその半年以内っていうのは、いつでも首を切っていいというふうになってますから、就職採用したその新卒の子たちですね、東大、京大、早慶、上智とかですね、そういうところを卒業した子たちが、果たして採用した力があるのかどうか、採用されるだけの資格があるやつなのかどうかっていうのをテストするわけです。じゃあそのテストっていうのは何かっていうと、ちなみにそのキヤノンで、就職したその、子はですね、携帯の営業をやらされたと。携帯電話いくつ売れるかということですね。はい、これ当時よくやらされてました。当時っていうと結構前です。2000年より前の話じゃないかな、これは。はい、だからもう私が東進で500人とか教えてた時の、その生徒のお兄さんですね。はい。その時の教え子のお兄さんということで、まあちょっとね、紹介してもらったんですけどですね。話を聞いてみたら本当に大変だと。ということで、携帯いくつ売れるかっていうことですね。はい。当時はそういうことでどうするかっていうと、もうどうしようもなくなった子なんかはですね、営業力がないような子は親に泣きついて、親に携帯電話を解約してもらって、自分の携帯電話を親に買ってもらっていたというふうなことがありました。はい、どんくらいやれるかっていうことですね。もう理不尽なことをやらせるわけですよ。会社の方がですね。それで大体、あ、理不尽だと。何が携帯の営業だと。俺、理系だぜと、ね。なんで理系なのにこんなことやらなくちゃいけないんだと。ふざけんなとかいう感じで、パッとやめてしまうような子たちがおるわけですよね。そういうのさっさとやめてもらうというふうなために、まず最初、入社したら、最初の試用期間の何ヶ月間かは、ひたすら営業をやらせるっていうのが、まあ、大体定番ではありますね。はい。ああ、そうか。なあ、ちょっと、親にいつでも携帯電話解約できるように頼んどこうとか言っても、それは違いますよ。あなたたちが就職した時には、ね、電気自動車売ってこいとか、ね、別のことに変わってたりすると思いますんでね。はい。ちなみに私の、大学時代の部活の後輩ですね。福岡大学の工学部を卒業した教え子、後輩はどうだったかっていうと、ね、工学部を卒業した後、最初の試用期間の何ヶ月間っていうのは、ずっと山登りをさせられたと。山登り、山登り、山登り、毎日、毎日、毎日、いつまで経っても理系の仕事ができないと。なんかわけわからんけど、山登りばっかりやらされると。わけわからんと。なんだこの理不尽さはっていうことで、みんなでね、入社した数十人で、みんなでブツブツ言いながら山登りをやっていたら、1ヶ月経ち、2ヶ月経ちすると、どん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 周りの人間はいなくなっていたと。で、ちなみにその彼は、私がもう部活動でですね、一番しごいたやつですね、横着だったので、お前貴様みたいな感じでですね、その後理不尽なことを、私が理不尽大魔王でやっていた子だったんですけれども、もう先輩に鍛えられてよかったですと。ね、大学卒業したらもっと理不尽な社会が待ってましたというですね、大学時代にも私がもうとにかく隙あらば部活動の
団体行動をサボろうとするようなやつだったからですね、ふざけるなみたいな感じで私はカンカンやってます、もう締め上げてたもんだからですね。それでそいつはその大学を卒業した後もそう言ってですね、理不尽なことを会社からやらされても、まあ、ブツブツ文句言いながらもちゃんと山登りをやってちゃんとクリアしたと、試用期間中に辞めるようなことはなかったと、そういうところでいい加減にやってた子たちっていうのはもう試用期間中にもバサッと切られるというですね、就職して最初の、就職が決まって最初の何ヶ月間かで首切られますから、これは正社員であってもですね、まあ、そういうふうになっておりますので、しっかりと頑張りましょうということですね。はい、ということで今日はちょっと出張ということでですね、こんな感じになってますが、ちょっと次回の明日の朝6時からもこんな感じの話になるかと思いますが、よろしくお願いします。本当ね、夏期講習中は忙しいです。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号など、ありますのでよろしくお願いします。このやる気が出ないっていうのは、まあ、夜6時からのメンバーの、ね、やる気が出ないっていう子たちが多いだろうから、その子たち用に準備していたやつですけどね。はい、これ猫カフェじゃないのか。はい、ということで以上です。